マドレーヌ・デルブレルは、フランスの社会運動家。マドレーヌは、フランス、ドルドーニュ県、ミュシダンという町で生まれ、労働者階級出身である父ジュールと、有産階級出身の母リュシルの下で育った。しかし、階級の違う両親が不仲であり彼女は、非常に苦しんだが幸い、クレメンティーヌ・レフォレーという女中のおかげで明るく過ごし、また3歳から教育を受け、死を創作するまでに至った。その後、両親と共にパリに移住し、文化人との交流を深めていった。11歳で初征隊を受けたが無神論者であった両親の影響で信仰から離れ、17歳で無神論者となった。1920年、マドレーヌはソルボンヌ大学に入学し、哲学、文学などを学び、その間にジャン・メーデューという青年と交際していたが、メーデューはドミニコ会に入り彼女は失恋した。ある日、一人のキリスト教徒との出会いでマドレーヌは、1924年3月29日に改心し、信仰の道に入る。1926年、詩、黄金の牛がシュリープルダム賞を受賞し、ジャック・ロレンゾ神父のスカウト運動に参加した。1933年10月15日、マドレーヌは数人の友人と共にパリで一番共産主義が強く赤い地域と呼ばれたイブリーシュルセーヌに移り住み、共産主義者の生活の現実を知る。彼女は信仰をもって共産主義を分析、意外な共通点を発見した。彼女は1935年、ラスパーユ11番通りに転居し、死ぬまでここで彼らと共に過ごし、信仰をもって彼らを愛した。しかし、彼女は共産主義に妥協することはしなかった。マドレーヌはシュアール枢機卿に創設されたフランスミッションという宣教運動に参加し、労働者との交流を深め宣教に励んだ。しかし、バチカンの教皇庁はその運動に危惧を感じ、1949年、ローマ教皇ピウス12世によって共産主義への関与を禁止された。さらに追い打ちをかけられたように1953年、フランスミッションは解散を命じられた。彼女にとって一番不遇な時代であった。その間、1952年にスパイ容疑で処刑されたローゼンバーグ夫妻の救出活動に奔走し、1957年にマルクス主義の都市、ミッションの街を発表、上梓した。しかし、彼女に良い転機が訪れる。ピウス12世崩御で、次期ローマ教皇に選出されたヨハネ23世が、教会の近代化を推進し、共産主義と社会活動の専門家として、正式に招かれた。だが、長年の活動で健康を損ない、1964年10月13日、自宅で死去。1988年、列腹調査が開始された。ありがとうございます。